こんにちは、あやチャンネルのマミーです。ジュエルの、初めての朝です。今ね、お散歩が終わり、ご飯も食べてお部屋の中に入ってきました。アクアがね、結構面倒を見てくれるんですね。お兄さん風吹かしてくれるっていうか。で、お散歩もね、やっぱり長距離だったのかな、こう我が家のお散歩が。なので途中でちょっとね、なんか歩かなかったりとか、そういうこう止まっちゃったりとかがあったんだけど、アクアがねジュエルの方に行ってね、こうなんか行くよみたいな、そういう感じでね、ちょっとこう何回かそういうシーンがね、ありました。なんかアクアお兄さんになった感じがしますよね。でこうやって見るとなんかアクアでかい、ちっちゃかったのに、この間までなんかアクア大きく見えます。ジュエルが小さいから。でもね、お散歩もね、やっぱりもともとこう他のお家で飼われてた犬なのでね、ジュエルは。なのでまあお外でね、歩いたりすることはちゃんとできましたよ、リードつけてね。ただまあちょっとね、長距離とかっていうのがもしかしたら今までそういうお散歩されてなかったのかもしれないのでね、こうまあうちは30分ぐらいは朝お散歩するので、こうちょっと途中で疲れちゃったか嫌になっちゃったかもしれないけどね。昨日のね夜はね、みんなはねマミーのね、お布団の中に来てね、寝てたんだけど、ジュエルだけは、ね、来なかったですね。やっぱりまだね、そんなマミーに心を許してるわけではないので、近くをうろちょろはしてたけど、どこで寝てたんだろうな。ジュエル、夜は寝れた？夜寝れた？ジュエル。ノエルさん、ジュエル君のことよろしくね。新しい家族だよ。ね、よろしくね、ノエルね。でも本当にアクアがずっとくっついて回ってるんです。こんな感じで。まあ、こうやってマウンティングもね、しようとするのでね、きっとこう、自分のが上だっていうのも見せてるんだろうとは思うんだけどね。それでもこう、面倒もね、結構こう、気にかけてくれるから、ジュエルもね、寂しくないっていうか、ぼっちにはならないですね。アクアがこうやって、こう、いつもこう、そばにいるから。アクア、嫌だって。うん。ね、これからね、新しい家族がね、増えて、またまた、我が家は、賑やかに、なりましたよ。でね、ジュエルも結構ね、フレンドリーなのでね、こう、みんなのところに挨拶が行ける子なのでね、すごく良かったです、そういう面では。あやチャンネル、元保護犬たちとの、日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。Thank you for watching. See you again. Bye.